腰バカ花バナが主演を務める時代劇、飽きないセデンキンが、12月8日より NHKBS プレミアム BS4K にて放送されることが決定した。本作は、デニークの同名小説を、NHK 連続テレビ小説、ゲゲゲの女房、NHK 大河ドラマ、八重の桜、などを手掛けた山本睦美の脚本による実写化した時代劇ドラマ。 商内いの真髄は、買う手の幸い、売っての幸せ、物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って、商内いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡めながら描いていく。主人公幸は、様々な苦難にぶつかるたび、土の都の知恵と周りの教えに助けられ、女衆からご両さん、そして女主人へと登り詰めていく。 世界も注目する日本の着物文化の真髄に迫る美の世界を舞台に、その衝動を極めることを縦糸に、折々の人間模様を横糸に織りなす舗装で繁盛期となる。サチを演じるのは、朝が来た、特撮ガガが、天使の耳から交通警察の夜、などの NHK ドラマに出演してきた小芝。追加キャストは後日発表される。コメント小芝風花、主演。 この度、BS 時代劇、秋ないせ伝金と銀、で、主人公殺を演じることとなりました。関西出身の私にとって、大阪天満を舞台にした呉服屋さんの物語は今から楽しみで仕方ありません。デミークさんの原作、そして山本睦つさんの脚本ということで、期待に応えられるよう頑張りたいと思います。 時代劇で主演を務めさせていただくのは初めてで緊張していますが、気合を入れて頑張りたいと思います。12月からの放送、どうぞご期待ください。山本俊彦、制作統括、デニークさんの人気時代小説、秋内世い金と銀を2023年12月の BS ニナミカのオープニング時代劇として制作できることをスタッフの一人として誇りに思います。 ヒロインサチを演じていただくのは、まさにこの人しかいないと思ってオファーした小芝風花さん。脚本は、時代劇の名手、山本睦つさん。そして、時代劇を最も愛する現場のスタッフたちが集まり、今、じっくりと原作ファンの皆さんの期待に応えられるよう準備を進めています。また、この度、世界に誇れる日本の着物文化を扱うため、人情ドラマの合間合間に、 高精細の 4K ならではの見応えある映像世界を作り上げることも目指しています。続々と魅力的なキャストも集まりつつあります。原作の良さを大切にしながら、よりドラマチックな幸の人生を爽快に描く BS 時代劇、飽きないセデンキン12月からの放送を、どうぞお楽しみに。